今回ご紹介するのは、セイコーの自動巻き時計、プロスペックス、ダイバーズ 200M SBDC111 です。1970年に発売されたセカンドダイバー、通称上村直美モデルの復刻、現代デザインモデルです。2020年にブラックとグリーンカラーの2色で展開されました。ロングパワーリザーブの CAL6 ラウンド35を搭載し、ケースはオリジナルよりやや小さくなっています。忠実に再現しつつアレンジを加えたアウトドアシーンに対応する本格機能を備えた人気のダイバーズウォッチです。カタログスペック、自動巻き、手巻き付き、最大巻き上げ時約70時間持続、24席カーブサファイアガラス、内面無反射コーティング、レミブライト蓄光式夜光針、インデックスベゼル、 200m 潜水用防水退治機能など、文字盤はオリーブグリーンカラー、幅広なバーインデックスとバーハンドの組み合わせ、3時12デート表示、赤のドットセコンドが良いアクセントとなる視認性に優れた風防デザインです。SS ケースは迫力のある流線形ダフネスフォルム、4時1のリューズはねじ込み式、裏蓋はダイバーの象徴である海の波刻印のスクリューバックです。バンドは精巧製シリコンストラップを装着しています。スポーツウォッチでありながら、さまざまなシーンに幅広く対応できる操作性に優れた人気のダイバーズウォッチ、デザインや機能性に妥協がない魅力的な一品です。
ダイヤル、文字盤。特に、目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。夜行も生きています。ケース、裏蓋。軽いすれ、小傷程度です。裏蓋の刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風防。特に、目につくすれやスクラッチはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。操作方法。ベゼルは左方向のみに回転します。ケース4時1にあるつまみがリューズです。リューズはねじ込み式です。リューズを左回し、反時計回りに回すと締め込みが解除されます。締め込みを解除すると、そこが手巻きのポジションです。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振り、ローターの音がします。手動でリューズを巻き上げて、針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを1段引いて回すとデートがチェンジ、2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能付きです。押し込みながら、右回り、時計回りに回すと締め込まれます。ネジを締め込む要領です。通常は、必ずリューズを締め込んでおいてください。付属品。ボックス、保証書、取説、タグです。日差は24時間の実測で10秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 20mm、 ケース径は約 43mm、 ルーズ含まず、縦ラグからラグまで約 46mm、 厚さ約 14mm です。
時計の体感コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。